タギアでは生命に対し五芒星群と魔界星群の同盟の解消を宣言する。さらに五芒星群の霊星タガトヨを五芒星群から離反させようとするが、バドウジライアが阻止する。ケイジ、ツルヒム、ジャスナリは黒魔術群の主力に襲われるが、再び魔界に現れた特殊解放機構の足神祭りと里見義隆の援軍により窮地を逃れ、その間に高山右近は謀反を企んだ真田重勇士を屈服させようとする。反撃に出ん真田重勇士の前に立ち上がったのは、なんと姿を消していた武器義隆と同さんであった。そして右近の裏をかき、安心お市の方と夕顔を窮地に向かった生命であったが、罪なき者は生を受け、